いいやんいいやん。うわっぽいわ。あすげえ、めっちゃかっこいいやん。ここにもちょっと行こうか。植物の生え際のところに有効かもね。うわ、国策改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきます。先日こんなリクエストいただきました。できたらでいいので、モンスターレイズバックルの押す機能を利用してジャマトバックルを作ってください。できたらでいいです。できたらでいいですが2回入ってますね。よっぽど大事なんですね。できるよ多分。はい、この可愛い可愛いモンスターレイズバックルちゃん、これを利用してということなので、まあジャマトですからこっちですね。これで考えていきたいと思います。で今回は改造というか造形に力を入れてちょっとやってみたいと思います。なんかジャマトとジャマトライダーが合わさったようなデザインで構築していきたいなと思っております。じゃあやっていきましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまず取っかかりとして、ジャマトのここの部分あるでしょ、なんか短い剣みたいなやつ、あれをここにつけたいなと思ってます。で帽子は押すとここが短くなっちゃうので、まあ強度に問題ありかなと思います。なのでこの裏側のここに貼り付けてちょっと伸びた感じ、そうするとこういうバックルのここみたいになんかちょっと伸びて雰囲気出ていいかなと思って、うちにこういう軽量積粉粘土っていうのがあるので、なんかフィギュアにいい粘土らしくて前に一回使ってみたんですけど結構良かったです。なのでこれで造形していきましょう。もんかな、もうちょいかな。すごい綺麗やなこれ。美味しそうやねこういうのってね。さてさてさて、おお柔らかい柔らかい。で形としては多分こんなイメージなのね。こうか、この辺か。でもうちょっと見えた方がいいから、もうちょい長いのか、もうちょい長いのね。なんとなく形整えて様子見ながら、なんかざっくりいいな、まあこんな感じでなんとなくええなっていうので進めていってます。で大まかに切っていいんじゃないかな、こんなんで。あとはふわっと整えて、よしこれでまあなんとなくそれっぽいパーツになるね、これでね。はい、これはちょっと乾くまでこのままで、次にジャマトライダー要素を見ていきましょうか。でこのジャマトライダーの首輪と肩になんかこうスパイクあるでしょ、それをねこことこの腕にちょっとモチーフとして入れようかなと思ってるんですよ。作りたい箇所をしっかり見て形をイメージするのが大事ですかね。これを潰していく。で適当に丸いもんに巻きます。もっといい丸いのあると思います。こうしてこれじゃないか、うん、これで腕の部分の輪っかが2つできますね。これで乾けばね、この腕のとこにはこういう風にこっから見るとこういう感じでね、こうやって輪っかをつけようと思うんですけど、まあ、ここはこのままここにトゲ打つ、秒を打つみたいなことでいいかなと思います。秒はまあこんな感じで適当に円錐作ればいいでしょう。こんなイメージいいんじゃない、これでなんか雰囲気出たでしょ。いいねいいね、こんなんで接地面に貼り付けたんですが、いやこれあんまり周りに広げない方がいいのかな、しっかりくっつくようにと思って広げてみたけどなんか嫌やな、透明パーツ隠れんのかっこ悪いな。これで乾けばなんとかなるかな。考えが甘いかこれは。どうやろうな、トゲトゲをいっぱい作ります。粘土造形ってそんなにやらないんだけどやっぱやると楽しいよね。普段作らないものを作ると楽しいですね。これこのトゲはね多分固まってから接着剤でいった方がいいと思う。やっぱ最初のこれなんか嫌やわ、周りに広がってる感じすごく嫌。やっぱこの方がいいわ、すっきりしてるわ。まあ、モンスターバックル使って頑張ってやってますけど、これとそのジャマトバックルの共通点ってもうここだけなんですよ、ここだけ。でもねその発想って改造に大事なんですよね。そういうことなのよきっかけってね。なんかこれとこれが似てるからこれ組み合わせてみようかなとか、そんなんで意外と改造ってね幅広がるんですよ。偉そうなこと言うてごめんね。描ができました、こんな感じ。腕のはまだ乾かしてる途中なので他の造形やっていきましょうか。また複雑やなこれ。で次顔をやっていくんですけど、この耳と帽子のこのツバ、これがねちょっと邪魔になっちゃうのでちょっと削ります。これ改造の時いつも言うんですけど、無駄なパーツは思い切って切り取った方がいいです。うわ秒が落ちた。もうこれ秒は秒で乾燥させよう、乗せとく必要ないもんな。削って削って削りまくります。まあこんなもんかな。さあジャマトライダーの顔本格的に作っていきましょう。まず横のピュッとこう突き出た部分を作っていきます。これなんかねなんとなくでやりましたけど、粘土の量も形も割とちょうど良くて、なんか今回の改造の成功の予感を感じながらやってますね。反対側も同じように作っていきます。なんかこういう髪型みたいでモンスターちゃん超可愛い、やっぱり。いやーこいつ潰すのか。ちなみにこれナミさんからいただきました。ナミさんごめんね。超可愛いやん、モンスターの愛らしさすげえな。これもグッドデザインやわ、天才やわ。もうなんか黒髪か茶髪かに塗りたいもん。ベースはできたね。
これさ、コスプレのスーツの造形されてる方もいらっしゃるやんか。そういう人たちもそうやけど、やっぱ自分で作るとそのスーツのことが一気にわかるんやろな。細かい造形がね。なんか変身願望ももちろんあるやろけど、スーツのことを深く知れるっていうのも、やっぱあのコスプレをする人たちの理由の一つなんじゃないかなってちょっと思いますね。こんな感じかな。で、帽子にはくっつかないようにしとけばいいね。ちょっとこうやって角を立たせとけば、なんか雰囲気出るよね。あー、やばい、指が。指が届か。指の太さ自在に変えたい。おー。きれいきれい。よし、これでここくっついたやろ。これがこの辺から生え出して、どうしていったらいいんやろ。こうか。あ、こうか。こうやな。でもこれ固まるまで待たなあかんのちゃうの。いや、なんかとりあえず置いときゃいいか、ここにな。なんか適当なやつ。あ、いいやん。うわ、ぽいわ。あ、すげえ。むっちゃかっこいいやん。はぁはぁはぁ。やばい。なんかわからんけど、溢れるほど楽しい。何かが溢れる。こっちの目は開くようにしといて、こういう感じね。うん。で、ここだけ合わしとけばいいのか。はい。これがでもちょっと上に上がりすぎてるから、もうちょっと乾いたら少し下に下げる感じがいいかな。左目だけなんですよ、開いてるの。いや、違う、あかんわ。やっぱこれ、まぶたこっち取らなあかんか。いやー、どうしよう、大変やな。どうやって取んねん、こんなん。分解せなあかんのちゃうんか。どうしよう。うん。いやー、最初に分解して潰しとくべきやった。うん。取れた。雑魚師匠みたいになってる。こっちはもうこの目自体取りたいな、取れるんなら。ちょっと一回溶かしてみよう。どうなってんだ。うん。いやー、厳しい。これは厳しい。これ YouTube のコンプラ的に大丈夫なんか。俺目玉えぐってるぞ、これ。グロいね、ごめんね。ちびっ子たちごめんね。片目いらんかった。今の発言も大丈夫か、これ。ここもろもろ大丈夫なのかな。心配になってきた。まあ大丈夫よね。人形作る動画とか見たことないけど、多分目入れたりするもんね。目触るもんね。大丈夫よね。こんなこと心配せなあかん時代になったで、ほんまに。いやー、なんとかなりそう。どうしようかと思った。いや、でも改造にね、こういうのはつきもんですから。オッケー。粘土造形ばっか見てても飽きてくると思うので、ここはもうポン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 進めていきましょう。こんな感じでできていきました。これゾイドのパーツなんですけど、ちょっとつけてみます。なんか自分で全部作ってばっかりだと、なんか逆にちゃうかなってちょっと思ってきて。この中央の花というか、なんというか、ここのとんがってるパーツがこれでいけそうだなぁと思って。こんな感じ。あー、割といいかもなぁ。これちょっと曲げたいな。熱湯です。やけどに気をつけてね。はい。でこうやって温めて、そうするとね、大体のプラスチックは柔らかくなります。こう一気に曲げると。曲がらない。こう、硬いな、すごいな。ゾイドはいいプラスチック使ってるね。ゾイド無理なんや。こう曲げて、あ、こう曲げるでもいいのか。あ、これで、あ、なんか逆にいいかも。これでどうかな。なんか割といい気がすんねんけど、中心がわかりやすくなったんじゃない？よし、まあ造形はこんなもんにして、乾いたら次の工程行きましょう。じゃあ、おのおのトイレ行ってきてください。一晩経ちました。おはようございます。さあ、乾きました。しっかり自分の力で立ってくれてます。そして、秒もこんだけできてますね。ちょっとね、どこぞの政党のうるさい迷惑行為が続いてますけど、音入っちゃってるよね。ごめんね。さて、じゃあ少しサンドペーパーで磨いていきます。120、結構粗めでいきたいと思います。まあ、そんなに磨かないですけどね。これもね、あんまり激しくガンガンやると粘土が取れそうで、すごい怖いんすよね。まあ大体こんなもんかな。そんなに厳密にやらなくてもいいと思います。はい、この間響きレーズバックルでも使ったガイアペイントリムーバー、これでここの派手なこれをね、落としていきたいと思います。いや、ほんとね、ガイアペイントリムーバーが意外と使えてびっくりしたんですよね。あ、もう落ちてきた。早いね。さすがです。ほんと綺麗に塗装が落ちました。そして取れたな。普通に取れた。まあ、せっかく取れたから、これはこれで別で塗りましょうかね。さて、じゃあこのパーツだけマスキングしていきましょう。マスキング苦手なんよ。ほんと嫌いなんですよ、マスキング。でも、やるときはちゃんとやります。はい、マスキングできました。じゃあ下地として全部シルバーに塗ります。これはカインズに売ってる安いシルバーのスプレーを吹いてます。いぶし銀みたいな質感になるので気に入ってます。ベン、下地塗装ができたので、こっから色々装飾していくんですけど、これね、目がね、戻らなくなっちゃって。しかもこれがブリンって、ちょっとね、いろいろどうしようかな。なんか修正しなあかんところがいろいろあるんですけど、まあ改造あるあるです。こんなもんはもう別に想定内です。悲しい想定内だよ。戻ってくる気がしたんだ。でも目は戻ってこないので諦めるしかないんですけど、これのギミックが死んじゃうってことになるので、まあでもしゃあないよね、それはね。一応ここが押せるよっていうことで、その共通点だけでいいんじゃないかな、多分ね。はい、じゃあ気を取り直して、まず部品くっつけていきましょう。まずこれからつけていきます。グルーガンでとりあえずくっつけてみます。
こんな感じ。くっついた。さあ次は秒パーツです。これかっこいいから見えた方がいいよね多分ね。これも下手に接着剤で乾燥待つよりグルーガンね。いやもうちょい斜めの方がいいかな。なんか立体的じゃないよねこれ。あ、いいな。よし、じゃあこのちっちゃい秒を3つずつ。ここも同じ工程なのでパパパッと進みましょう。マスキングも剥がしちゃおうか。マスキング剥がして鼻のパーツもくっつけて秒もつけて、はい、基本的な造形はこんな感じですかね。塗装しますよ。これはジャマトライダーの顔の写真をスマホで見ながらメタリックパープルを拭いていってます。まあ植物系の部品の先っぽの方だけなのでそんなに量はないですね。あと鼻の先っぽも植物扱いなので拭いていきます。手首のリングは半分紫なので拭いていってます。次はメタリックライトグリーンですね。このグリーンすごく綺麗なのでめちゃくちゃ気に入ってます。で秒は全部緑なのでガンガン塗っていきます。植物にメタリックってどうなのかなと思うんですけど、まあジャマトライダーがメタリックなのでそれを信じて塗っていってますね。でシルバー部分はちょっと暗い感じにしたいのでスターブライトシルバーにメタルブラックを混ぜて拭いていってます。だいぶ金属っぽくなりました。でパーツによってはシルバーとブラックで色分けされてるところがあって、まあ、本当はマスキングした方がいいんでしょうけど僕マスキング嫌いなので何回言うねんっていう話ですけど。で最後は黒をシャバシャバに薄めたやつで質感出しです。さあ今のところこんな感じです。最後にもうちょっと塗るかもしれないんですけどとりあえずはこれで進めていきます。で次の工程がいよいよ今回のメインでございます。ザーン。はい、植物ですね。まあこれもちろん100均で買った造花なんですけど、うちにはこういうなジオラマの草とかお花だけより分けたやつとか草のパウダーなんていうのもありますよ。一時ハマってね緑化をしてたんですよ、ラピュタのロボットに憧れて。いやもう久しぶりに出したからもう完全に固まっちゃってるよね。でどれを使うか、うん、この辺かな。これ、あ、いいかもね。で、これをね、まあ、例えばこういうところですよ。こういうところにこうつけていくわけ。もうこれちょっと長すぎるね。この辺で、あ、いいんじゃない？ちょうどいいと思う。まあ、この辺適当に切って、この辺から行こうか。こう茎が見えてない。どっから生えてんの？この茎どっから生えてんの？っていうのがいいよね、多分ね。これもグルーガンで余裕でくっつきます。よし。この辺も適当にちょっとつけていきましょうか。しっかりイメージして長さを調整して、グルーガンで貼り付けていきます。うん、あ、素敵、いいね。これはここで切りましょうかね。はい、これちなみに植物も後でちょっと塗りますからね。もっと一体感出ると思います。でこう最終的にガチャンってはめるのを想像して植物が最終的に上向いてた方がいいのか下向いてた方がいいのかとかなんかそういうのもイメージしながらやっていきましょう。なんかね改造してんのか植物の剪定してるのかよくわからなくなってくる瞬間ってあるんですよね。造花でもやっぱり植物は可愛いですね。でもうちょっと植物増やそうかなどうしようかなっていろいろ考えながらここにつけたらどんな感じここにつけたらどうとかいろいろイメージしながら試していってます。なんかあんまりつけすぎてもバランスが崩れるしちょうどいいところ見極めないとダメなんですよね。でここかなと思ってとりあえずつけてみたんですけど、あーない方がいいな多分。そうやな、ちょっとごちゃっとするな、やりすぎやな。うん、こんなもんにしときましょう。で最後にパウダーですね。こんな感じで、これを例えばまあこの辺にね、これ水で薄めたボンドです。ちょっと薄めすぎたかもね、あんまくっつかないかな。先に言っちゃうとこれはねこの後ボンドやり直します。シャバシャバでくっつかなかったです。やっぱ感覚忘れてますね。前は結構頻繁にやってたからちょうどいい濃さを分かってたんですけどね。いや、やっぱ薄めすぎたな。ちょっと調整しよう。うん、あ、いい感じじゃないかな。あー、そうそうそう、こんなんでやってたなって思い出しながらやってます。上からかけるんですけど割とたっぷりめにかけた方がいいと思いますね。ガンガンいきましょう。この辺のバンドエイド付近全部隠しちゃいましょう。でちょっと帽子だけはっきりしちゃうとなんか嘘っぽいので少し帽子から延長してこんな感じでそのまま何もせずに無加工にする箇所も作るといいと思います。もう思いついたところはガンガン行く感じでいいと思いますけど、ある一定のところで止めないとやりすぎになっちゃうんですよね。で全体に結構多めに振りかけて最後はこうやってしっかり落とします。今のところこんな感じです。さあ最後もう一手間いきましょう。これが、あ、もう破れてんな、なんかちょっと漏れてるわ。これがね多分ねちゃんと DNA 情報のある苔の乾燥させたやつ、これをつけると一気にリアリティが増すんです。まあちょっとやけど、ね、部分的にやけどね。まあでもちょっとこの辺行ってみる。こういうのちょこちょこっとこう、この苔はね本当全部嘘の中に一つ本物が混ざるとなんとなく全部が本物に見えるっていう。この輪っかくぐらせてみるか。そしたらなんか浸食してる感出そうじゃない。これ割と好き。まあまあまあ悪くないかな。ここにもちょっといこうか。植物の生え際のところに有効かもね。うん、
こんな感じかな。ちょっと植物っぽくなりましたか。どうですか。コメントでぜひ教えてください。不安やわ。じゃあ最終の塗装いきます。これは全体の統一感を出すためにくっつけて葉っぱの先っぽをメタリックパープルで塗っていってます。で真似する方はビニール手袋かなんかつけてくださいね。僕みたいに素手でやると手が傷んじゃいますから。でリングの紫が薄れちゃってたのでもう一回濃くしてます。そして最初に作ったこれはジャマトの顎のパーツですね。剣みたいなところ。そこに手書きで模様を入れてます。これもシールでやった方が綺麗なんでしょうけどね。まあもう手書きでいいやっていうのでやっちゃってます。やっぱ自力でやるとね達成感が少し増す気がして好きなんですよね、筆でやるの割と。そしてここで登場したのはウィザードに出てきたグリフォンちゃんの足。これを切ってここにくっつけるとなんとなくそれっぽい感じにできていいアクセントになってすごくテンション上がりました。これは妻が使ってるジェルネイルですね。なんか目がねやっぱり全体と馴染みすぎてしまったのでちょっと強調しようと思ってこんな感じになりました。ちょっと巨神兵っぽくもあっていいっすよね。でこれはこの間出した動画 ID コア収納の時にお見せしたナチスパローの ID コアですね。これを潰して今回の ID コアに使います。でハンダゴテで削ってる時にこれ塗装を剥がした方が綺麗っぽいなと思ったので急いでホームセンターのゴールドのスプレーを拭いてきました。でその上からハンダゴテでなぞって塗装を削ってる感じですね。やば、綺麗。はい、というわけで今回も無事に完成しました。僕としては久しぶりの緑化、めちゃくちゃ楽しかったです。でしかも最近出てきたナッジスパローさんの自分で作った ID コアを潰してこれを作ってるのでなんとなくナッジスパローさんがデザスターなんじゃないかなって自分の中でちょっと芽生えてきてるというね、まさに芽生えてきてるというね、あんま上手くないけどね。これがね割と可愛くできてもう大満足です。俺もうこのまま観葉植物として飾りたいぐらいですよ。まあこれ造花ですけど、ちょ葉っぱもね先っぽ紫でジャマト仕様というかね、公式のジャマトバックルはもう発売が決定してるので僕はなんか違うアプローチでと思って ID コアから植物を生やすということと、ジャマトバックルはジャマトライダーになるためのバックルですけどこれはジャマトのバックルということで、なんかなんとなく少しずれた線で考えてやってみました。でこのパーツで手書きの様子をお見せしたのでもうこっちはいいだろうと思って撮らなかったんですけど、ここ光る部分にね模様を入れてます。あまりにもスカスカやったのでちょっとジャマト風の模様を入れてみました。まあまあまあこれもまあまあかな。皆さんどんな感想をお持ちですか。ぜひコメント欄で教えてください。これからますます技術が面白くなっていくと思いますので僕めちゃくちゃ楽しみにしてます。皆さんもね一緒に最後まで技術追いかけて充実した1年過ごしましょう。はい、そんな感じで今回も終わっておきます。皆様ご視聴ありがとうございました。パウチでございました。今回も良かったなと思ってくれた方グッドボタンとチャンネル登録でぜひとも僕を応援してください。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとう。